ハロウィンバスを運行するのは、岡山市の岡山電気軌道です。利用者にハロウィン気分を感じてもらおうと初めて企画したものです。降車ボタンに連動してカボチャのランプの目を光らせるため、技術スタッフが配線の工事をするなど手の込んだ作りになっています。内装は5人ほどの社員がアイデアを出し合い、飾り付けも自分たちでしたということです。 カボチャのランプが光ったときにああの、楽しいなというふうに思っていただければ、バス会社頑張っておりますハロウィンバスは1台で、ハロウィン当日の今月31日まで運行する予定です。